こんばんは、宮沢です。今日もズラトストラこういったのお話の続きをしていきたいと思います。先に告知です。チャンネル登録お願いします。画面の右上の銀色のボタンからできます。スマホでお聞きの方は画面の下にチャンネル登録のボタンありますので押していただければと思います。あとスカイプ読書会というのを行ってます。ブログの方にですね、内容など詳しく書いてありますんで、まあ、概要のところからですね、リンクで飛んでいただいて、ご興味ある方はお申し込みください。お願いします。今日は前回に引き続き1000の目標と1つの目標の続きのお話をします。97ページですね、読んでいきます。2行目から、あなたは常に第一人者となり、他の者より秀でていなければならない。あなたの負けじ魂は友以外の何人もも愛してはならない。これがギリシア人の魂をむしゃぶりさせた。こうしてギリシア人はその偉大さに至る道を歩いた。これギリシア人の善悪っていうのはですね、常に第一人者になると、で他の者より秀でてなければいけないっていうのが、ギリシア人の善悪ですね。で、負けず嫌いなんですね。負けず嫌いで友人以外の人を愛してはならないと。まあ、友達を大切にすると。友達っていうか何ですかね。ギリシア時代は、まあ、男同士の友情、もうほとんど同性愛に近いですからね。まあ、プラトンの共演とか見ればわかりますけどね。まあ、少年愛が美しいみたいなことを本気で書いてますからね。まあ、そういうものが一番善であるという考え方ですね、ギリシア人の。他にそんなキリスト教みたいに隣人愛とかそういうこと言わないんですよ。で、まあ、欲望も肯定してますからね、大体。まあ、アリストテレスが出てきて、アリストテレスという有名なギリシア人の哲学者がいて、まあ、節制っていうことを言い出すんですけど、まあ、禁欲ではないんですね、節制って。あんまり、飲んだり食ったり、その、女性と、ことをたくさんするとですね、まあ、体壊すって言うから、健康的に良くないから、あんまりやるなとは言ってますけどね。それは禁欲した方がいいとは言ってないですね。そういうことですね。まあギリシア人は自分が素晴らしくなっていくことが一番だっていうことですね。そういうことです。続き97ページ5行目。真実を語ること、弓矢の道に連達すること。これが私の名を由来する民族、ペルシア人にとって好ましくもあり、また同時に困難なこととも思われた。私の名もまた私にとって好ましくもあり、また同時に困難なものを示している。真実を語って弓矢の道に連達することが、これはペルシア人にとっての善であると。私の名の由来する民族って言ってますけど、このツラトストラはですね、一応、ペルシア人っていう設定なんですよ。で、ゾロアスター教っていうのの開祖になったダラスシュトラっていうのがいたそうなんですけど、それをドイツ語読みするとツラトストラなんですね。で、このゾロアスター教っていうのはその善悪の二元論で捉える宗教らしいんですよ。で、詳しい内容は私知らないんですけども、ただそのペルシアで紀元前13世紀頃に起こったと。まあ、だからかなり古いですよ。かなり古い伝統のある宗教だったんですね。で、ユダヤ教、キリスト教にもかなり影響を及ぼしてるんですね。で、一神教なんですよ。で、アフラマズダっていう神をですね、一神教の神として崇めてるんですね。このアフラマズダ、マツダ、車のマツダってありますけどね、あのマツダをアフラマツダから来てるっていう話ですけど、アフラマツダっていう、今もその、中東に行くと遺跡が残ってるらしいんですけどね、写真があれば
画面に貼っときますけど。で、ゾロアスト教は一神教で、まあ、善悪の二元論で、を、まあ、重視する、ペルシア、今のイランですかね、の宗教です。そこの宗教は、まあ、真実を語ること、弓矢の道に連達することが、最も善であると、最高善ということなんですね。で、サザン朝ペルシアでも、ダレイオス三世って言うんですけどね。まあ、ペルシアの皇帝ですね。これがアレクサンダー大王と戦争して負けるんですね。負けちゃうんですよ。で、まあ、滅ぼされていくんですけども。だ古代ギリシアですね。アレクサンダー大王の家庭教師がアリストテレスなんですね。ギリシアの哲学者。で、その後、アレクサンダー大王はですね、まあ、ペルシアの文化は、まあ、進んでたんで、たくさんそこで、そこの学問をマケドニア、自分の故郷にいろいろ送ってですね、それを、なんか、まあ、動植物とか石とか送るんですよ。で、送ったのを一生懸命アリストテレスが本にまとめてんですけどね。そこからゾロアスター教の影響も、古代ギリシアに入っていくという影響があるそうです。だから古代ギリシアよりも前の宗教ってものに善悪の根源があるっていうのはサラトストラを書いたニーチェの企てなんだと思うんですけどね。まあ古代ギリシアの研究してるうちにこの元になってる考え方はゾロアスター教にあるんじゃないかってたどり着いて、自分でこの聖書のパロディみたいな本を書いたってことですね。でそれを書くことによってキリスト教の価値観は決して人間にとって普遍的じゃないと、それより昔にいいものがあったじゃないかっていう、ある種の復古主義っていうんですかね、やってんですね。それによってキリスト教批判をしてるんですね。キリスト教なんか最近できたもんじゃねえかってぐらいの批判の仕方してますけどね。ということです。97ページ、8行目。父と母を敬え、心の底から彼らの意志に従いなさい。この国旗の番をまた別の民族、ユダヤ人、土地は自らの頭上に掲げ、それによって強く不滅となった。まあこれはモーゼの十戒のことですね。イスラエルの民ですね。そしたらじゃあまあ父と母を敬いなさい、勧誘するな、物を盗むな、偽証するなとかですね、そういう十戒を最高善としたってことですね。で次、忠誠を旨とし、忠誠を尽くすためには危なっかしいこと悪いことも名誉と血をかけなさい。また別の民族ドイツ人はこのように自らに教えて自らを強制した。このように自らを強制することによって、この民族は大きな強い希望をはらんだ。これはまあニーチェの祖国であるドイツの話ですね。忠誠を旨として忠誠を尽くすと。で、危なっかしいことも悪いことにも名誉と血をかけなさいっていう考え方ですね。以前にその血統の話をしたんですけども、そのドイツ人って未だに血統するらしいんですよ。で、日本人でその、決闘した人が、ドイツで決闘した人がいるって言ってですね、なんか新書を出してる人なんですね。で、メンズーアって言うんですけど、兜、まあ首ですね、動脈、頸動脈切らないようになんか仮面つけて、直立して、なんか2メートルぐらいある刀で切り合うらしいんですね。今もやってるそうなんですよ。それはなんかその、大学サークルみたいなのがあるんですね。その秘密結社みたいなのが。日本では何ですかね、早稲田雄弁会とか、ああいうのなんだかよくわかんないですけど、ああいうとこでその喧嘩になると決闘するらしいんですね。で、お医者さんも付き添って、
2人で切り合いするんですね。一応ルールが決まってるらしいんですけど。だから、そういう忠誠を尽く、旨とし忠誠を尽くすためには危なっかしいこと悪いことも名誉と血をかけなさいって、これ、忠誠ってその組織への忠誠ですね。そういうものに対する、その自分の入ってるそのサークルですね。サークルって言うとおかしいですけど、リーグとかユニオンとか言いますけど、ドイツ人ってその都市国家なんですね。で、そこに、昔そのアルバン派とルター派に分かれて、あとカトリックと三つどもえで戦争してたんですけど、宗教戦争は。まあその頃もリーグとユニオンっていうので分かれてたんですけど、そういう、なんていうんですかね、そういう組合みたいなものを大切にするんですね。その学生サークルみたいなものでも、その名誉を傷つけられるとすぐ決闘するらしいんですね。で、いまだにやってるらしいんですよ。だからそのドイツの有名な政治家とか経営者とかは顔に傷があるらしいんですね、大きな。それはおそらくメンズーアで作った傷じゃないかっていう話があるんですね。そういうことはあんまり日本では言われないらしいんですけど、日本人でそうやって戦った人がいる、2回ぐらい決闘した人がいるっていう心証が出てる人なんですよ。で、危なっかしいこと悪いことでも名誉と血をかけて戦えっていうのがドイツ人の最高善なんですね。で、戦って憎み合うわけじゃないですよね。一回戦うとそれで友情になるっていうんですね。で、だから顔に傷がある人ほど出世すると。その人は忠誠を旨として忠誠を尽くすから、仲間を裏切らないっていうか、卑怯なことしないってことですね。まあ、よくよく考えればそういう考え方がすごい、ナチスとかのファシズムにつながっていく要素は多分にありますけど、でもそれが最高善なんで、過激になるとその SS とか SR とか、ナチス親衛隊とか突撃隊とかっていうものになってく感じはしますね。それは日本の切腹とかが軍国主義に結びついていくのと一緒ですけどね。忠誠を旨として血を流すことも辞さないと、名誉のためには死んでも構わないという考え方、ドイツ人と日本人はそこは近いような気がしますけどね。それがゼロ戦で神風アタックをするとかですね、そういう極端に抽象化されるとそういう考え方になってきますね。それが最高善だって文化的な要素があるってことですね。ということです。まあ今あるかって言うとまた別ですけどね。今その永遠のゼロだとか言って突撃するのがいいことだって、神風特攻隊が良かったとか、まあある程度美化して言われてもあんまりピンとこないと思うんですね。まあ、またそれが起こるかって言うと、起こる要素は、血が頭に上るとファナティックになる民族性はあると思いますし、ああいう神風アタックをするとか腹切りをするっていう文化が欧米人から見りゃ本当怖いと思いますけどね。日本人はそれを最高善だと思って死も厭わないでやってくるっていうのは、まあこれも一面日本人にとっての最高善のありかを示してる事実だと思いますけどね。ということです。だから民族ごとに最高善が違うことをここで4つ例を挙げて話してるんですね。ギリシア人は自分が強くなることは、優れてること、もう肉体的にも精神的にも優れてる、なおかつ同性愛ぐらいの感じですね。ペルシア人は真実を語ること、弓矢の道に連達することですね。ユダヤ人にとっては 父母を病ですね、盗まない、姦淫しない、隣人愛を実践するとか、そういうことですね。ドイツ人にとっては忠誠のために名誉と血をかけると。これがそれぞれの民族の最高善っていいと思われてることですね。これはだってお互いの民族の中だけで通じる話ですから、他の民族にとっちゃ何のこっちゃって話なんですね。そこに何の道徳的価値があるんだって、軽蔑の対象なんですけども、まあ恐怖の対象にもなりますよ。嫉妬の対象になります。その民族にとっては勝利とか栄光ってものは、
今挙げたようなものの中にしかないってことですね。で、97ページの後ろから4行目。誠に人間はその善とし悪とするところを自分自身で自分自身に与えたのである。これ重要ですね。人間の善悪って人間が作ったんですよ。で、自分で作って自分に与えてるんですね。で、続きですね。誠に人間はそれを旗から受け取ったのではなく、どこかで拾ってきたものでもない。それは天の声として彼らに降ってきたものでもない。自己を維持する必要上、人間が事物の中に初めて価値を差し入れたのだ。人間が事物に意味を、人間的な意味を初めて与えたのだ。だから彼らは人間と呼ばれるのである。すなわち評価するものと。評価することが創造することなのである。よく聞きなさい。あなた方創造するものよ。評価そのものこそ、この世で高く評価され、珍重される宝にも勝る宝である。評価によって初めて価値が生じる。評価がなければ存在のくるみはうつろであろう。よく聞きなさい。あなた方創造するものよ。これは、この本の中でも一番重要なんですね。自分で善悪の価値を作っていくと、自己をする必要上ですね、人間は自分で道徳的価値を物事に入れていかなきゃいけないと。それによって初めて人間足りうるってことを言ってるんですね。人間は評価するものだと。何が善で何が悪かを評価していくことが初めて創造なんだっていうことを言ってます。評価することが創造することなのであると。評価そのものこそ、この世で高く評価され、珍重される宝にも増せる宝だと。何がいいか何が悪いか、はっきり言えないと、その人は想像することができないから、価値のない人間じゃないってことですよ。人の価値観に縛られて生きてるなんて、まあそれも、それはもう、人間じゃないってことですね。評価によって初めて価値が、生じる。自分が良くないと思ってることです。あと良くないと。で、こういう理由で良くないですよって言わなきゃいけないし、自分はこれがいいと思うんだってことに理由をつけて、だからいいんだってことをはっきり言えないと、人間の存在はうつろであると。何も評価しない。善悪をはっきりさせないで生きるっていうのは、人間が自己を維持していく上で、そういうことはできないと生きていけないって言ってるんですね。もうそれで生きていくのがめんどくさいっていう人がおしまいの人ってことになっていくんですけど、そうでない限り、人間は自分で善悪の判断をして、何が道徳的価値なのかを、みんなに言っていかなきゃいけないですね。そうやって、さらっとすら言います。98ページの7行目。もろもろの価値の変化。それは創造者が変化するからである。創造者になる運命を持った者は常に破壊せずにはやまない。はじめはもろもろの民族が創造者であったが、後になってようやくもろもろの個人が創造者となった。まことに個人そのものは極めて最近の産物である。価値はどんどん変化していきますね。まあ、日本の教育っていうのも戦後は民主主義ってものが一番素晴らしいというふうになってきました。戦前はそうではなかったですからね。で、まあ、みんな平等だっていう考え方ではなかったですよ。で、戦後になってそういう民主主義が道徳的価値だということになってきたと。で、時代時代で道徳的価値は変わってんですね。常に創造者が変化するからだと。創造者っていうのは常に道徳的価値を破壊して、また新たに創造してると。その循環があるってことですね。で、初めは諸々の民族が創造者だったと。民族の中にしか道徳的な価値はなかった。何が善か何が悪かっていうのは民族にあったと。日本においてはですよ、お上が善だったんですよ。江戸時代はそうですよ。お上が死ねっていう話の腹切って死ななきゃいけないですね。それに対して明治維新が起こって、いやもうその幕府とか王権的なもんじゃなくて、まあ、ある程度その政府というものを作って国民の代表
社会議である議会を開いてですね、物事を決めていこうというふうに変わっていったんですね。で、価値の創造者は、まあ、民主の手に渡ってきたわけですね。で、今はもう個人が価値の創造者だと。その人が何を価値としてるかによって、その価値に説得力があれば、そこに人がついていくっていう時代になってるんですね。だから、お金で買えないものはありませんっていう経営者が価値だと思えば、そこの会社に就職するっていうふうになってるわけですよ。いや、給料はやりませんけど、働くことが尊いです。自分の限界まで働いて、給料は上がんないですけど、それが人間ですって言えば、ブラック企業のなんか居酒屋に就職するでしょうし、それはその経営者が価値観を想像しているわけです。そこに従ってその会社に就職している側面もあるんですね。だってその経営者が言ってることは嫌だなと思えば、そこの会社に就職しなきゃいいじゃねえかって話になるんで、今では個人が価値の創造者となっていると。で、まあ国家の善っていうのもありますよ。国家の正義っていうのもあるんですけども、それと別にその個人の部分に価値の創造が下げ渡しになってきてると。で、その個人っていうのも極めて最近の産物だと。個人なんて昔はいなかったんですよ。まあもう支配者が決まってたわけですから、一部の王様とかですよ、そういう人のに従うしかなかったんです、貴族とか。でも民主主義になっていく中で、個人そのものに価値観がないと、まあ企業活動はそうですよね。資本主義ってその企業を作っても商品販売するって、商品の価値っていうのは個人が作ってるもんですね。国が作るもんじゃないですよ。個人が作って、ジョブズの作った iPhone がいいとかですよ、トヨタのプリウスがいいとか、そういうことになってるわけですよ。そこに価値があるというふうになってきてます。それは最近の話ですね。だから我々自身ももう個人として何が道徳的価値があるのか自分で作り出していかなきゃいけないんですよ。で、道徳的価値を自分で作り出して、これに価値がありますってみんなに言える人が時代のリーダーになっていくんですね。で、そういう価値を作れない人は永遠に会社勤めっていうか、誰かに雇われてその価値観に合わせてものを作るってことを強いられるわけですね。で、今では起業家というのはそういう価値観を作る人たちになってる。だから起業家ってのは一応偉いってことになってですね。で、なおかつ難しいんですね。起業して自分の価値観のを表現した商品を作っても売れないですからね。それが他の人の価値になるかっていうと、ならないですから。ただ値段だけ見られて安ければ買うっていう、安いのは価値だっていうのもありますけど、高くて価値のあるものですね。それを説得して売るっていう、それに価値を認めてもらうっていう一手間がないと今物も売れないですから。今までは安ければ、安くて品質が良ければ何でも買うっていうことだったんですけど、今安くて品質が良くても本当売れなくなってきてますからね。僕はお菓子が売れてないと思うんですよね。今子供にお菓子食べさせると良くないっていう風潮になってきてますよ。だからその市販のお菓子メーカーの作ってるような菓子は砂糖も良くないし、血糖値だけ上がって子供がわーわー騒ぎ出すから食べさせないとかですね。甘いものは虫歯になるから食べさせないとかですね。僕が子供の時に甘けりゃ何でも価値があるもんだと思ってたんですけど、今はそのなるだけその甘いもん食わせないっていうですね、ふうになってますね。だからそれもやっぱ変わってきたんですよ、価値観が。そもそもアイスクリームだと思って食ってたものがアイスクリームじゃないとか言われたりですね、乳製品でも何でもないみたいな、感じになってきてますよね。まあそのペットボトルの飲料の砂糖もですね、その何ですかね、本当の砂糖と甘味料じゃ違うって言って甘味料の入ってるもん僕も飲まないようにしてますけど、最近は人工甘味料が体に良くないっていうのもだいぶ浸透してきてるし
ある日人工甘味料になってったんですけどね。原価が安くなるから。だからコーラとかあんな安くなったんですけどね。僕はちっちゃい頃は高かったですからね。1リットル300円ぐらいしてましたからね。あれが人工甘味料になったら1リットル100円とかで作れるようになっちゃったんですね。でもそれは体に良くないんですよ。やっぱ飲むと。まあそういうことだと思いますけど。だから、いろいろ商品の価値っていうのもですね、どんどん変わってきてると。で、価値の評価もみんなうるさくなってきて。そんなみんな昔ありがたがって買ってたやつもみんな見向きもしなくなってるってのありますよ。で、大量消費っていうものをなんか嫌がられる風潮になってきてますよ。物が売れないんですよ、とりあえずですね。必要じゃないものを買わないっていう雰囲気になってきてますよ。大量消費が良くないっていう価値観の変化もありますね。そういうのはもう常にずっと思ってると。で、創造者、価値を評価して価値を作る人だけがこの世で高く評価されると。評価そのものがこの世で高く評価されると。僕だってこの哲学っていうのはやった方がいいですよって僕はいいと思ってるんですよ。哲学書読むってだってはいろんなことわかるから。でも一般の人は哲学難しいし何にも役に立たないじゃないですか。なんで人を殺しちゃいけないんですかなんて別に答えなんか知らなくても生きていけるじゃないですかって話なんですけども、まあ僕はそうは思わないですよ。だって考えることに価値があると思いますからね。で、考えてない人は価値がないと思いますよ、逆に言えば。だからこういう音声を取って皆さんにできれば考えてほしいなって思って価値を提供してるんですけどね。で、読書することが価値だってことを僕は創造者として語ってるんですよということです。98ページ後ろから6行目。かつては諸々の民族が禅を刻んだ石の盤を自らの頭上に掲げた。支配しようとする愛情と従おうとする愛情、それが結びついてそのような石の盤を作り出したのだ。集団生活につながる喜びや私につながる喜びより古い。良心のやましさがないということは、良心のやましさがないとは集団生活に従うという意味である限り、私というのは良心的にやましいということになる。かつてはボロボロの民族が禅を刻んだ石の盤を掲げてた。まあ日本で言えば日本特有の道徳的価値があったわけですね。それはもうまあ和をもって尊しとなすもありますけど、お上にさ逆らわないっていうのもそうですね。お上の言うことは絶対、お上に逆らったら切腹ぐらいですよ。まあ江戸時代においてはそうだったと思いますよ、特に。でもまあその頃は支配しようとする愛情と従おうとする愛情が結びついて、そういったお上が善であるっていう石の盤を作って、それが最高善だ、道徳的価値だってことで、世の中が回ってたんですけども、回ってました。で、集団生活ですねにつながるような喜びは私につながる喜びより古いと。集団、まあ和を、まさしく和を持って尊しとなすですよ。和、集団にとって良いことが喜びであると。個人の喜びは犠牲にしても集団にとって良ければそれは素晴らしいと。まさしくそれは和を持って尊しとなすって考え方はまさしくそうだと思いますけど、私よりも集団生活の喜びを優先したわけですね。で、今もそうだと思いますよ。会社のためにとかですね、家族のためにとかですね、何かしらは私につながる喜びより組織につながる喜びを優先すると、そっちの方が古いんですよ。そっちの道徳的価値の方が歴史があるんで、そっちを重んじるんですね。で、良心のやましさがないっていうのは集団生活に従うという意味である限り、私というのは良心的にやましいと。なんで人は良心的にやましさを感じるかっていうと、それが集団生活に従ってないからなんですね。自分のためになってることは良心がやましいと思うわけですよ。まあ自分の会社でレジの金くすねてたら良心的にやましいと思いますけど、なぜ良心的にやましいかっていうと、それは集団の価値に、お店が儲かるっていう道徳的価値に違反してるから良心的なやましさを覚えると。
じゃあ、良心的なやましさがないってことはどういうことかっていうと、会社なり組織なり集団の規則に完全に従ってるってことなんですね。で、良心のやましさがない生活っていうのはもう、自分っていうのを押し殺した生活だと。私っていうものは、私である限り良心的にやましいんだって言ってるんですね。自分っていうものを言い出すと、良心的なやましさを覚えてしまうと。集団生活に価値があるようなところでは、私ってことを言うと、自分勝手だって攻撃されるんですね。これ、まあ、皆さんも思うと思うんですよ。まあ、今の日本の社会は、まあ、だいぶ変わってきてますけど、自分勝手なこと言うなとか、ありますよ。まあ、社会のためにって。まあ、一方で、個性を大切にするとは言ってますけど、個性、あんまり飛び抜けた個性を出すと、集団で浮くっていうのありますね。KY だって言われると。それは集団のルール集団の喜びにつながらないと、一人目立つと、みんなで嫉妬したりですね、するっていうのは、嫉妬するし、嫉妬されると良心的なやましさを覚えて、旬となっちゃうのも、まあ、同調圧力があるからってことですね。同調圧力がある限り、私は私はっていうのは良心的なやましさにつながっちゃうってことを言ってます。で、98ページの最後の行、誠に他通者の利益の中に自分の利益を求めようとする狡猾な私というもの、この薄情なもの、これは集団生活の起源ではなく、それを没落させるものである。まあ、多くの人の中でですね、まあ、先ほどレジのお金くすんでる話しましたけど、その中で自分だけ得しようとすることは、これは集団生活の起源ではないって言うんですね。いくら薄情でも、集団生活の起源ではなくて、それを没落させるものだと。あんまり自分勝手なことを言って薄情なこと言うと、集団生活を没落させてしまうってことなんですね。でも、ニーチェは没落していけって言うんですね。そんな集団生活から。それで超人になってけと。没落こそが超人だと。レジのお金を盗みながら超人になってけっていうか、そういう話じゃないんですけど。まあ、なんていうか、集団の同調圧力に屈しないでですね、いくら嫌われてもいいと。で、孤独に立ち返れと。孤独になってけと。それは没落に見えるかもしれないけども、そういう人間こそが善と悪を想像できる人間だってことを言うんですね。で、99ページ2行目、善と悪とを想像したものは常に他の愛情によって想像したものであった。愛情の火と怒りの火があらゆる徳の名において燃えているのだ。ザラトストラは多くの国、多くの民族を見た。しかしザラトストラは他の愛情あるものの創作物より大きな力を持つものをもこの地上に見出さなかった。創造物の名は善と悪である。誠にこの善の称賛の力、悪の非難の力は怪物である。さあ言ってごらん、我が兄弟よ。誰がこの怪物を制圧してくれるだろうか。誰がこの怪物の善の首に首輝をかけるだろうか。善の目標が従来あったわけだ。善の民族があったから。ただそれは善の首を結びつける首輝だけが未だにない。一つの目標がない。人類はまだ目標を持っていない。だがどうだろうが、兄弟よ。人類にまだ目標がないなら、人類そのものもまだ成り立っていないというものではなかろうか。ツラトストラはこう言った。まあ、善と悪とを想像したものは常に他の愛情によって想像したものだったと。今においては善悪というのはキリスト教が作ってると。イエス・キリストが隣人愛ということを言って善悪を想像したと。それは愛情の火と怒りの火が燃えているって言うんですね。で、ツラトスラは多くの国と多くの民族を見たけれども、このキリスト教の隣人愛っていう創作物より大きな力を持つものをこの地上に見なかったって言うんですね。で、隣人愛から善と悪ができてるっていうのは今のヨーロッパであり、アメリカであるんですけども、まあ隣人愛の実践ですね。愛を持って、
隣人愛ってものを道徳的価値の最高善に上げていくっていうのはこうキリスト教の考え方ですけども、隣人愛から来てる善と悪は怪物だって言ってるんですね。で、キリスト教の 善の称賛の力と悪の非難の力はもう怪物的にまでなってると。で、誰がその怪物を制圧してくれるんだと。で、キリスト教の善悪の観念を誰が制圧してくれるんだと。で、誰がこの怪物の千の首に首輝をかけるんだろうかと。で、かつては千の目標があったと。民族が千あれば、その民族に千の善悪があったと。ただ、その千の首に結びつける首輝だけが未だにないと。ただ、その隣人愛、まあ、キリスト教から来るですね、イエス・キリストの作った善と悪はですね、怪物として力を振るってるんですけども、これも唯一のものではないわけですね。一つの目標ではないんですよ。だから人類はまだ目標を持ってないと。今はその怪物の善悪に振り回されてると。で、まあ、キリスト教の善悪の話は、また詳しく、まあ、次のページで出てくるんで、隣人への愛っていう話出てくるんです。まあ、そちらで説明するとして、キリスト教の言う善悪ってこの千の民族がいて、千の国家がある地球上で唯一の善悪じゃないって言うんですね。でも、民主主義とか資本主義とか市場経済とか自由主義とか、みんな今に人間が善だと思ってる社会制度って、みんなキリスト教を民主的に世俗化した制度なんです。キリスト教の一神教っていうものがあって、資本主義もできてますし、民主主義も自由主義もできてるんです。キリスト教の匂いがするわけですね。だから怪物的な力を持ってるって、これはツラトスラ言ってると思うんですよ。その怪物を制圧してくれって言うんですね。だって未だにみんなが納得する一つの目標を持ってないわけですよ。とりあえずの怪物であるキリスト教の善悪をみんな頭上に掲げてるけど、そんな嫌だっていう人も結構いるわけですね。結構いるっていうのは、イスラム教徒は嫌だと思うでしょうけど、ユダヤ教徒だって嫌だと思うでしょうけど、日本人だって中国人だって、そんなにキリスト教の善悪押し付けられたって体に合わないですからね。なんとなく嫌だなと思ってるんですけど、信じ込まさせられてるとはありますからね。でも、ツラトストラは、人類はまだ目標を持ってないんだと。人類にまだ目標がないなら、人類そのものもまだ成り立ってないんだと。だから、価値の創造者になりなさい、あなたが、と。で、超人になりなさいと。で、評価することが創造なんだから、そういう評価するものとしての個人になれっていうんですね。そんな、押し付けがましい資本主義の正義だとかですね、アメリカの正義だとかですね、自由と民主主義と人権をとかですね、そんなもううるせえって、キリスト教の押し付けの善悪じゃねえかって言えって、そこまで書いてないですけど、気持ちの上ではそんな感じですよ。そういうふうにツラトスラ言ってるんですね。それを金科玉城として疑わないで信じ込まさせられてる僕らの頭の中の方が不幸なんで、だって合わないんですよ。だって、じゃあなんで人を殺しちゃいけないんですかって言われて、キリスト教の人たち分かりますよ。殺すなかれって、モーゼの十戒で石の盤に刻んだから殺さないんですって、うすうす分かってるから言いませんけど、日本人はそんな石の盤を持ってないんで、なんで人を殺しちゃいけないんですかって、小学生のガキに言われても、大人がうろたえるっていうことになっちゃうんですね。それは僕らの頭の中に、そんな殺すなかれなんていう道徳、神と契約した覚えはないからですよ。契約しないんだから、そんなこと言えるわけねえじゃねえかってなっちゃうんですね。だったら違う価値を創造して殺しちゃいけないって説明してあげなきゃいけないんですよ。まあ、そういう作業をしてないもんだから、子供になぜ人を殺しちゃいけないんですかって言われて、しどろもどろに答えて、子供も、なんだ、大人も答えられねえんじゃないかって言って、嘘つきだなって、見透かされちゃうっていう。そういうことになっちゃうんですね。それがもう教育現場においては教師を舐めるとかですね、親を舐めるとか、そ
そういうことになっていくんですけどね。で、まあ力ずくで言うことを聞かせるって。で、力ずくで言うことを聞かせた果てには、お上に逆らうと痛い目に遭うっていう、その、考え方になってくるだけなんですね。それでいつまでもうまくいくのかっていう問題が今出てきちゃってるんですね。国ももう面倒見てくれないと。黙って従って国の善悪に従ってれば年金が降りてくるかと思ったら、どうやら降りてこないかもしれないって分かってくると、俺たちで善悪を踏み出さなきゃいけないって話になってきますからね。そういう時代になってきてんじゃないかなって僕は思いますけどね。ということでした。まあまただいぶ説教臭いこと言って嫌な感じになっちゃいましたけど、なんかこれニーチェの話してるとどんどん再生回数下がってきてるんですね。最近嫌がられてきてる感じがしてますけど、まあ続けますけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。